どうもハチハンターフーガです。さあこちらは家で飼っていますセグロちゃん、セグロアシラナバチです。で今見ましたらサナギがねやばいことになっています。これホラーチックな眉が見えますか。くぼみがある眉ですけど、これ全部寄生虫にやられています。はい、ホラーチックじゃない眉はこれから出てくる働き蜂、新情蜂、オス蜂なんですけど、それ以外のへこんでいる眉は全部寄生虫ですね。これね、今から私が巣を一旦取って生け捕りして成虫を離して中にいる寄生虫をね引っ張り出してあげないと、この暑い夏をねやっていけないと思います。実はですね、去年1年飼っていて観察して学んだことは、めちゃくちゃ暑い日にですね育房の穴の中に体を突っ込むんですね。どういう仕組みなのか分かりませんけど、構造上多分中が涼しいんです。はい、でこんなに寄生虫がある場合中に体を入れられませんので、私が今からね手を貸して引っ張り出します。寄生虫をやっつけます。それでは一旦ね巣を捕獲します。さあそれではこのバイクについた、おもちゃのバイクについたセグロアシラナバチを保護いたします。袋で包んで、バイクについているネジを外します。さあこのようにいろいろ道具を用意しました。まあ、ピンセットですね、先が丸いピンセット、尖ったピンセット、箸、そして瓶ですね。瓶にこうバイクを入れてあるので、これで固定されて作業がしやすくなります。で寄生虫をね取り出す先、入れ物ですね、寄生虫用の入れ物。はい、それではやっていきましょう。これ一つのね眉の中に何匹いるんだろう。あ、2匹いる。はい、やばいですね。これ薄紫シマメイガの幼虫ですからね、ガの幼虫です。うっ、あ、サナギになってる。このねガタチもガタチでね、こうやっていかないと子孫を残せないんですけどね。私の可愛いアシナガバチちゃんを攻撃したのが運の尽きですね。完全なエゴの愛ですけどね。よいしょ。ほー、なるほど。あ、こういう状態なんだ。実際はこれ幼虫がサナギになる過程でこのようにね眉を張ってるんですね、体の周りに。これで体を保護してるんですね。よいしょ。はい、よいしょ。あー、薄紫、楽しいね、楽しいね、薄紫シマメガの駆除はキモクマなんともない。えい。さあ半分以上は終わってますね。なんだかんだ言ってね慣れてきましたよ。よいしょ。うわぁ、生きてる。めっちゃ生きてる。さあ、8割どころか9割ぐらいのね、育房が寄生されていました。で、今すべてのガの幼虫を駆除させていただきました。こちら、見てみましょう。幼虫、サナギです。これが薄紫シマメイガの幼虫です。結構丈夫なね、牙を持ってるって噂があるんですけど、噛むのかな。痛い痛い痛いっていうのは嘘ですけど、はい。さあそれでは薄紫シマメイガの駆除が終わりましたので、また車庫の軒下に戻して、それからこちらにいます成虫をね巣に戻したいと思います。さあそれでは巣をくっつけれましたので、残るは蜂を元に戻すだけですね。こちら、さあ幼虫がね1匹出ちゃいましたけれども、まあなんとか無事に袋を取り付けることができました。あとは成虫がね巣に落ち着くのを待ちます。はい、無事に成虫を元に戻すことができました。紫シマメイガの幼虫は全て駆除しましたので、この夏このセグラちゃんは安心して夏を越えられます。はい、以上ハチャンターフーガでした。チャオブン。